ボルチモア・コルツは1947年から1950年までメリーランド州ボルチモアを本拠地としていたプロフットボールチームである。チームは1947年から1949年までオフックに所属し1950年に1年だけ NFL に所属した。経営難により1951年のシーズン開幕前に消滅した。その後、 ボルチモアコルツというチーム名は1953年の NFL のリーグ拡張により復活し、現在はインディアナポリスコルツとして残っている。ボルチモアレイブンズのマーチングバンドコルツは、オフックの創立メンバーであるマイアミ・シーホークスを前身チームとする。シーホークスは、オフック1年目、3勝11敗の成績に終わり、35万ドルの負債を負い、 リーグにチームを没収された。そのチームを、ボルチモア・コルツの創立者となるビジネスマンのグループが購入し、コルツが設立された。コルツはリーグで苦戦し続けたが、ボルチモアでのファンを獲得し、成長していった。1949年には、オフックと NFL の合併に伴い、ブラウンズ、49アーズと共に、 NFL に参入したが、1950年シーズン終了後、経営難が深刻化し、5万ドルと引き換えに、チームと選手の保有権をリーグに返上した。しかし、多くのボルチモアのファンは、コルツの消滅に反対し、チームの復活に向けて、マーチングバンドやファンクラブが残存した。これが1953年の新生ボルチモア・コルツの誕生につながることになる。 1984年、新生ボルチモアコルツはインディアナポリスに移転し、インディアナポリスコルツとなったが、マーチングバンドは、1996年誕生のボルチモアレイヴンズのマーチングバンドとして現存している。ノート、勝ちイコール勝ち、負けイコール敗、運イコール引き分け。ありがとうございます。